どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はホラーフリーゲーム「つぐの日」第3話やっていきたいと思います。これね、全画面にしたら右下に今青い看板に子供がいて 撮るのやめたんだけど、ちょっと驚いて笑ったっていう NG があった。はい、それでは行きたいと思います。今回説明書を先に読んどいて、なんか左押すと見上げないっていう。見上げないっていう選択肢があるみたいで、できるだけ見上げないで進めるなら進んでいきたいなと思います。上昇？今回は小学生かな、女の子が主人公。これ全画面にすると怖さも倍増するな。どうした？見上げないよ、このまま。あれ、左で進むって見上げないとダメなのね、これやっぱり。いってらっしゃい。すごいいい子だな。気になるよ。えらい。黒い人影。走ってる走ってる。おやつあるんだ、ちゃんと。いいね。俺もおやつ食べたい。どうした？よく気づいたな。いや、ないでしょ。もうちょっと突っ込もうよ、さすがに。この辺かな、出てくるの。なんかどころじゃないよ、すごく変だよ。心配するのはそこなんだ。やつなんだろうね。振り返る。特にないか。お母さんが大変なことになっちゃうの。ダメだわ、これは。完全にダメだね。いたいた。なんか柱増えてない、しかも。そろそろ出てきそう。画面の切り替わりがな、結構嫌だよね。
お母さんなってる。お、偉い。でもちゃんと服か着替えてる、この子。この子は毎日変わってるのか、一応。お母さんどうした？かわいそう、切ない。お母さんいるよ、そこに。お母さんじゃないと思う。もう、お母さんらしき人はいるけど、お母さんだったものかもしれないものがいる。なるほど。そういえば序章だったね。あ、でも今回結構平気だな。小さい女の子に癒されてる、多分。呼ばれてるよ。お父さんだ。失踪事件だ。大変でしょう。これは切ない。元気出ないよ、全然。お、よいどん。めっちゃ早い。いるわ。お母さんだったものが。ずいぶん深刻になってるけど、本当に。無理、大丈夫じゃない。ここだ。でもこう警察とか絡んでさ、本当に不審とかいう事件まれに。わあ、JR とかでも原因解明できないの、やっぱりあるんだなと思っちゃうよな。一応理系なんだけど、めちゃめちゃ結構信じる派かもしれない。いるものはいるよね。いつも傘持ってないの。そういえばお母さんだったものがいるよ。警察か。警察もやられてる、おまわりさん。逆
事件になってる。役に立ってないな。逆にね。多分大事件起きてる、そこで。でも結構ありそうなんですけど、ちょっと本日はこの辺で終わりたいと思います。まさかの F の日であっちの2本立てになるかもしれないので、本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。アディオスでお願いします。またね。